ハリスからのパスは通りませんでしたが、長吉抑える。そして振り向きざまシュート、お決まりました。マーベルハリス、ハリスステップバックしてツーポイントシュート、ロングシュート決まりました。ジョーダン・グリーンからマーベルハリス、マーベルハリスベースラインからのドライブ、バスケットカウント、持っていきました。今のシーンファードを受けながらもしっかりとシュートを決めました、マーベルハリス。さあ第2クォーター残り 3.6 秒からの再開、ジョーダン・グリーンが打っていく、決まった、ジョーダン・グリーン、前半終了間際ですね、ジョーダン・グリーンのブザービーターのスリーポイントシュートが決まりました。さあ都市のそして重富のマッチアップ、トシノのシュート決まります。坂田振り向きざまにシュート、スリーポイント、ショットクロック残り5秒、フィッツジェラルド、そして飛びた、スリーポイント、マーベルハリスから、ここはしかしここは福岡ボールになって、リバウンドを抑えたのはフィッツジェラルド、愛媛。さあ、愛媛もセカンドチャンスになった。そして、決まった！富田のスリーポイント、ライアン・クリーナーが打つ、決まった、ライアン・クリーナーのスリーポイント、マーベル・ハリスが、ファールはない。そして、ユージン・フェルベス。最後とダンクを決めていきました。シュートだったんですがファールありませんでした。そしてボールを奪ったユージン・フェルプスが最後ドリブルからのダンクシュートを決めています。さあ大塚、マーベル・ハリス決まります。早めに得点を決めたい福岡、かわして大塚、ここははたいた、点差は6点、マーベルハリス決めました。ゴールしたマーベルハリスがシュートを決めています。さあここはもうシュートはいかない、試合が終了しました。福岡対愛媛ゲーム2、